幼女神器。くそ、もう一回です。少尉、もうやめましょうよ。うるさい、次のカードを配れ早く。盛り上がってるな。ここだとこれくらいしか楽しみがないですからね。で、また負けてるのか。グランツのおかげで今日はそんなに負けてないですよ。グランツはな、本当に B 社に弱いからな。ムキになるからですよ。違う違う、チョコじゃ本気になれねえんだよ。酒だったら俺の本気を見せられるんだがな。だってお酒もらっても嬉しくないし。やる前から勝つことが決まってるような言い方を。だって、ちょっと冷静になれグランツ。ギャンブルは熱くなった方が負けだぞ。さすがさすが、負け出すとそそくさといなくなる副隊長殿は言うことが違いますな。何とでも言え、戦術を理解しているということだ。そう考えると少佐はカードとかやらせたらかなり強いんじゃねえか。ありえるな。セレブリア候補少尉よりもっと強いかもしれん。いやー、そうでもないかもしれませんぜ。ああ見えてすっごい弱かったり。あるか。お、カード。はい、ぜひレクリエーションの一環として。で、かけるのは酒か。いえ、少佐とセレブリア候補少尉も入りますので、チョコが良いかと。バイス注意的にも良いか。はい、あ、いや、そんなことは。まあ良い、チョコだな。でもグランツ少尉はお酒じゃないと本気になれないと。こら、何言ってるんだ。じゃあ私とセレブリア候補少尉が勝ったらチョコレート、他の者が勝ったら酒でどうだ。それなら。あと、そうだな、もうちょっとご褒美が欲しいか。じゃあ規制休暇が欲しいで。ずーっと思ってみたりしたり。いえ、何でもありません。いや、いいぞ。私に勝った者はこの作戦終了後の規制休暇を参謀本部に掛け合ってやる。おー、うひょー、盛り上がってきた。少佐、その言葉後悔しても知りませんぜ。帝国軍人に二言はない。ならばやりましょう。なんだこの尋常でない強さは。まあ、